これもらうのはいいんだけどな、人気打者。さあ試合臨んでいきたいと思います。ここからはもう試合ばっかなんで。さあ来ました、ジャンガジャンガ。この選手ね、絶好調だと、もう全然じゃないけど、打てるか。このチームが一番勝ちやすいです。全体的に総合力も低いですし。で、ジャンガジャンガっていうのはね、コントロール G、スタミナ A の155キロの、ツーシームだけなんですね、変化球が。基本ストレートで全部押す選手なんで。打てなくはないっす。さあ、何点入るかな？まあ、ゴールド目指していきたいと思います。さあ、1回しかないな。リードしてる分。自分たち高校なんでね。わあ、ロディ強いな。ロディは、ピッチャー能力も、バッター能力も、最高級の、なんか選手です。さあ、ギリ入るね。151は持ってたかな、最高速。全然、強いっす。ピッチャーでも強い。シンキングファストは、シュート系の速い球ですね。カットボール的な感じかな。いや、速いな。絶好調だから。で、ここら辺は、オッケー。もう、中点を予想しながら行くのが難しいです。よし。セカンドゴロ。さあ、何番からだ？お、2番からの好打順ですね。ここで10点になるように8点入れましょう。ジャンが基本ストレートなんで。ツーシームだったな。150キロのツーシームか。よく打ち返しましたけど。さあ、続いて打ちましょう。うわぁ、今日4打って。打てるかな？はぁ、やー、ちまったー。もうなんで手出したんだよ。コントロール G だから若干ずれるんですね。キャッチャーミットより。やばい、これもう一打席回さないと。半端なく。うわ、早っ。そう、確かレーザービームじゃない。ジャイロボールが出てるんだけど。いけなー。うわぁ。速さに目くらまし。速さでね、こういう判断をしますよね。もうこの回しかないって言ってんのに、ちょっと回さないとやばいよ。なんでそういうこういう選手以外が打つんだろうな。あ、エラーだって。ピッチャーのエラー。あー、振っちゃったよ、もう。引っ張ろうと思って。オッケーオッケー。繋ぎます。いける。とりあえずもう一打順回さないといけない。ピッチャーが崩れてくれる分にはいいんで。短期なんでね、ジャンガジャンガ。よし、ツーベースいけない。うん、無理はしない。繋ぐことを、ね、目的として。まだ8番か。やっべ、やっちまったー。回せなかったな。さあ、この回もう抑えたら終わりなんで。気楽に行きましょう。さあ、能力が曲がんないわな。もったいないんだな。ストレート速いな。あ、まあ、こういうミスしますよね。あるあるですね。あるあるかわかんねえな。さあ、外野前で。ファースト、無理か。やばいですね、連打浴びてます。オッケー。これはゲッツーをまず取ろう。サードはいい。さあ、あとワンアウト。若干読まれてんのかな。おっしゃー、完封です。オッケー。さあ、残り何ヶ月だ。もう6月が終わって7月だから、まああと2ヶ月ですね。やばいよ。さあ、いけるかな、いい選手。パワーヒッターとかつけたいな。もう、多分。総力 A もきついかなーって若干思いつつあるので。さあ行きましょう。試合勝ってガッツ練習で貯めた方がいいな。うん。で、給料もらって、あ、ガッツ貯まらないか。4以降はほんとランダムで上がっていくんで。もう一回ガッツ練習して4にな、やった、なった。OK です。で、濃い守備練習だ、めっちゃいい人。OK、4人いますね。ここは、ちょっと賭けに出ましょう。2周目か、OK です。パワリンで体力回復しつつ、スピリンでガッツを上げます。もうこれ、マックスです。さあ、行きましょう。技術。さあ、もう5月のおかげで123ですね、1回の練習。さらに、4連鎖来た !159 まで。5連鎖来ればいいんですけどね。5人なかなか揃うことがない。さあ、技術も溜まったことなので、パワーヒッターつくかな。若干、あれが足りないか。広角打法とかもつけれるけど、パワーは足りないですね。さあ、パワー上げていきましょう。よいしょ。あー、若干調子悪くかもしれないけど。さあ、最終戦に備えてね、ここで、違法行為をしちゃうんですよね、まさか。戦力補給ということでね、まあ、
これはゴージャスブラックジャックス固有のね、イベントなんですけども、仲間がまた増えるみたいな。さあ、では試合やっていきましょう。さあ、今回もリコ、調子はいいですね。さあ、行きましょう。さあ、どこまで行けるかな。ベノムスネークスだったら全然怖くないですね。変化球ピッチャーばっかりですけども。打ち崩しちゃえば問題はないです。さあ、でも打てるかは自分次第。さあ、コールで勝てればいいけどな。地方球場なんで。おっと、5番からか。地方球場なんでホームランは出やすいですね。ちっちゃいん。さあ、変化球中心で来るので、そこ読みながらね。シンカー、カーブ系と。入ったかギリギリ。やめてくれよ。アップね。若干まばたきしてね。あれっすか。あっ！これですね、チェンジアップが。いけないな。チェンジアップ狙いでいきましょうか。シンカーかチェンジアップ。オッケー、すくい上げます。まずは繋いでいかないとな。回さないと。基本的にゴージャスブラックジャックスはいい選手が揃ってますんで。戦力問題は解決してます。ダメだ、ゲッツーセーフ。やばいね、やっぱり変化球は打ちづらいですからね。スライダーチェンジアップとシンカー持ってるのか、やばいよ。走りはしますね、もう2アウト。入ったか、ギリギリじゃないか、本当に。ここら辺になってくるとコンピューターの、ね、強さも若干変わってくるんで、強いところ、まあ、コンピューター の強さが変わるんで、本当に強くなってますね。さあ、ダメだ。さあ、繋げませんでしたが、次の回も多分行くんで、次が1番からかな。よし、抑えていきましょう。いい選手を作るためにはね、頑張らないとしちゃいます。どこだどこだって、アップねえな、落下点。外角を使っていって、よし。ツーアウト。全然怖くないです。さあ、ガヤ前でーす。ほいっちょ。ナイスキャッチでーす。さあ、行きましょう。1番からの高打順。さあ、ピッチャーも変わりますね。変化量少なかったはず。だからミートで対応して、OK です。さあ、行きましょう。食い上げ、ちょっと足りないな。ボール球か。何出す、何で打ってんだろう。やばいな、全然打てない。変化量が少ないと思ってるんですけどね。お、いいですね、めっちゃ打ってる。さあ、意外とね、この球場ミートでもホームラン入るんで頑張りたいですね。オッケーオッケー、ヒットヒット、問題ないですね。さあ、ここは2アウトだし、エンドランしてみましょう。2球目にさあ、ボール球じゃなければいけ。あ、ボール球す。間に合うか？セーフ。危ない。やばい。はい、走った意味ね。まあまあ、ヒット打てたんでいいです。はい。ではもう最後締めていきましょう。外国入ってないか。さあ、もうどんどん変化球対応で。はい、こういうことする。はい、感覚をしてます。まあね、ちょっとした余裕ですね。OK。キャッチャーフライ。さあ、残り2人。もちろん攻撃2で終了。じゃなかったな。どんどん選手作って、継承選手。さあ、無理だな。余裕でアウト。はい、というわけで終わりました。さあ、そろそろ9月にも入るということなので、もう試合もね、少なくなってきますが。さあ、最後、能力を。ね、底上げのために頑張っていきたいと思います。よし。さあ、どうなるか。うん、バットのね、あれはどんどん上がっていくんだ。シャーで、さあ、ここもガッツで。やっぱ総力とかパワーヒッターだな。多分パワーは上がるから。なんだろうな。じゃあやっていきましょう。